本日は久しぶりにヒルバーグのアイアンツを設営してみようと思います。インナーなし貼ってみます。では行きます。でこの幅はもう両手を大きく広げたサイズで覚えてます。で最初にペグを通して両手で広げてこれぐらいでペグダウン。貼る時のポイントはもうほぼ水平でもいいのでとにかく頭は出さずに埋め込みます。これでもうしっかりと止まる。これがちょっとでも頭が出ちゃうとテコの原理で外れやすくなる。下が硬い時は水平でもいいのでとにかく埋め込みます。こっちが後ろか、こっちが前か。ポールを通した後にこのカップのストラップを引くのもポイントで、ぴっちりと貼れます。前2本にペグを通してから引っ張る。ヒルバーグテントはペグ4本だけでほぼシワがないように貼ることができます。
で今回フライだけ、インナーテントは張ってない仕様です。とっても綺麗。撤収するときは次張りやすいようにこういうストラップは全部緩めておくと次が張りやすいです。フライだけで張ると軽量です。アイアン2、もう今からのシーズンはそんなに虫がいないのでフライだけでいけると思います。本日はヒルバーグのアイアン2をフライのみで設営してみました。